デジモンアドベンチャー。デジモンアドベンチャー。ジギモンアドベンチャーは、1999年3月7日から2000年3月26日まで放送されたデジモンシリーズのテレビアニメ第一作のテレビシリーズ。通称は、デジアド、デジモン無印、無印、初代。自作、デジモンアドベンチャー02と対比して、01と呼ばれることもあるが、その場合は、 デジモンアドベンチャー V テーマー01のことを指すことの方が多い。ストーリーは劇場版第一作の舞台、1995年から4年後、1999年の世界を描いている。デジタルワールドという仮想世界と現実世界の東京、特にお台場、光が丘の2つの地域とをリンクさせ、突如として放り出された異世界の中を主役の子供たちが デジモンや仲間との関わりの中で自分らしさを見つけながら成長し、共に生き抜くという子供たちの成長を描いた物語である。少しずつ明かされる子供たちの過去、選ばれた理由そして光が丘の謎など伏線が随所に張り巡らされており、大人にも楽しんでもらえるようにという工夫が多く盛り込まれた。さらに、両親の離婚や死別など、 現代日本の社会問題をも反映させた作品となっている。劇場版第1作デジモンアドベンチャー2000年公開の第2作デジモンアドベンチャー僕らのウォーゲームは細田守が監督を務めその完成度から高い評価を受けた。本作以降デジモンアドベンチャー例に、デジモンテーマーズデジモンフロンティアデジモンセーバーズ デジモンクロスウォーズなどのデジモンアニメシリーズが生まれ、メイン市町村の小中学生男子だけでなく、小中学生女子の人気も得た。なお、本作から4作目、フロンティアまでは1年ごとに、同じフジテレビ系列で日曜午前9時台に放送されたため、デジモン4作とも呼ばれる。本作のコンセプトは、ポケモン卒業生集まれである。関広美によるとこれは、 実は一度使った手なんですとしており、ママレードボーイも美少女戦士、セーラームーンの卒業生狙い行ったという。また、角度を曰く、みんな均等に見せ場があり、敵を倒す回数もほぼ同じになるように、というのが基本的な作り方のスタンスで制作されており、一部の登場人物ばかりが活躍するわけではない。キャラクターデザインには、鳥山明に対して、 オファーを送ったが、連載などの忙しさから実現できず、鳥山に近い絵が描けるということから中、鶴勝幸を起用することになった。単発企画のテレビ番組、日本のアニメ第1話最終回ベスト100で33位にランクインした。また、外国人の選ぶ日本のアニメベスト100では10位に選ばれた。2017年から2018年にかけて行われた。 アニメ100周年企画、日本アニメ100の視聴者投票、ベストアニメ100では18位にランクインしている。最高視聴率13.7%、最低視聴率7.9%、平均視聴率11.2%、バンダイ総ン具売上げ160億円。フジテレビ系列で放送されたデジモンシリーズでは、放送期間、放送話数ともに、 最長の作品である。1999年8月1日、子供会のサマーキャンプに来ていた、小学生の矢上大地、竹行内空、石田山と、泉三つ郎、立川美,美木戸城、高石武の7人は、突然の吹雪を他の子供たちから離れて、山にあった祠に隠れてやり過ごしていた。しかし、その祠の外に出た直後、 日本で発生するはずのないオーロラを目撃、さらに謎の機械が降り注いだ。さらに7人の子供たちはその機械の謎の力で発生した大爆風に吸い込まれ、気がつくと未知の場所にたどり着き、そこで自分たちを待っていたというデジタルモンスターと名乗る謎の生物たちと出会い。そして子供たちとパートナーデジモンたちの長くて短い一夏の冒険が始まった。 同作品でのデジタルワールド、デジモンワールドという言い方もされるは、現実世界でのコンピュータネットワーク上の情報、つまりデータを元に成り立っている。しかし、ネット上の電脳空間というわけでもなく、現実世界から何らかの作用によって流れ込んだ、情報やデータが、物体として実体化する異世界である。ネット上の電脳空間は、デジタルワールドとは全く別に存在し、 映画、僕らのウォーゲームで見られるようにデジタルワールドや現実世界から特定の手段を使うことで入り込むこともできる。デジタルワールドが現実世界と比べてどこかおかしなところがあるのはデータが流れ込む際の破損や欠落が原因であり、また現実世界では単なる文字列に過ぎないプログラムが実際に力を持ったりるからである。現実世界に比べて 時間の流れが早く、現実世界での数分の間にデジタルワールドでは何日も経過するが、アポカリモンを倒したことにより、現実世界と同じ時間の流れとなる。デジタルワールドでは通貨の概念が存在し、現在判明している限りではドルが使われていた。金はレストランなどで使う模様、日本円で払った場合は無線飲食となる。ただし、 デジタルワールドには食べられる植物、バナナに似た果物など、や、中身の入った、冷蔵庫のような理不尽なものまで、至るところに食料があるので、場所にもよるが、食料の確保はそう難しくはない。海には、魚がいて、デジモン以外の生物もいる様子。また、薬草も取れるので万が一、怪我や、病気の時も安心。基本的に、食料確保のために、 デジモン同士で捕食し合う必要はないため、デジタルワールド内での攻撃行為は主に、縄張り争いのためか、事故の力を示すために行われる。ただし種族や時と場合によっては、デジモン同士での捕食行為も行われている模様。同作品でのデジモンは、実体化したデータのうち生き物であるものの総称で、寿命を迎えるか何らかの外因で死ぬと、データに分解されデジタマに戻り、 基本的に始まりの街へと帰る。ただしエンジェモンのように外傷で死ぬことなく、過剰な力を使った反動で死ぬような場合などは、その場でデジタマに戻るようで、携帯機のデジタルモンスターの設定にある寿命で死んだデジモンは、自らのデータをデジタマとして残すことに由来している。パタモンは一度これに乗っ取って卵に帰った。作中で死んだホエーモンやピッコロモンなども、 いつかは生まれ変わる模様。ただし、それがいつになるのかはわからず、以前の記憶を持って生まれ変われるのかも不明。また、現実世界で死んだデジモンが始まりの街へと帰ることができるかも、民である。事実、現実世界で死んだウィザーモンは礼にで一度、幽霊として登場している。人間もこの世界では、データという設定だが、それはゲームのものに過ぎず、 当然その場で死ねば現実世界ののように生き返ることができない。実際、例にデオイカワがデジタルワールドを救うためにその場で命を落としている。パートナーデジモンとは人間の子供と特殊なつながりを持ったデジモンで、彼らの心の特質の力とその成長に比例して急速な進化を遂げることができる。現実世界に現れたデジモンは、 現実世界の電子機器に影響を及ぼす。特に進化の時が電子機器に与える影響がより強い。個体差もあるようだが、通常は進化レベルが上昇するほど電子機器に与える響き力は強くなる模様。デジタルワールドという世界自体の歪みは、その歪みがあまりに大きくなると現実世界に影響を及ぼす。歪みはデジモンの姿をとって現れることが多いが、 普通の人からは目視できない。歪みの規模が大きくなると、両世界の上空に互いの世界が逆さまに現れる。また同時に、現実世界に普通の人にも見えるデジモンが多数現れるが、その際に現れるデジモンたちは実体を持たず、攻撃はすり抜け、触れると物体は結晶化してしまう。制作者たち、番組スタッフの間では、デジタルという感じではなく、 ちゃんと豊かな生命があるということを意識して設定するのが方針だったため自然や生命豊かな世界となった。悪いデジモンがいなければ基本的には平和な世界である。放送日は関東圏の富士テレビ及び同時ネット局などのもの、まさきひろと角道ひろゆきによってスーパーダッシュ文庫から全3巻でノベライズされている。 ストーリー全体の大まかな流れはテレビ版を圧縮したような内容になっているが、ほとんどの部分がアニメ版とは異なる小説版の展開としてアレンジされたアナザーストーリーとも言えるものになっており、設定などもアニメ版とは若干の違いがある。このためアニメのデジモンアドベンチャーのノベライズというよりは小説で描かれるアニメとは 別物のパラレルワールド的なもう一つのデジモンアドベンチャーと言った方が的である。後書きに例2の小説も書くかもしれないと記されているが実現には至っていない。TV 放送時は VHS のみのリリースであった発売元は東映ビデオ。劇場版のみ2作収録で DVD が2001年1月21日に発売。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。